はい、今日はですね、トレーニングギアのちょっとお話ししたいなと思います。ここに並んでるのが僕が普段使ってるギアですね。まずこれパワーグリップです。ゴールドジェムのパワーグリップ、パワーグリップは、まあ、握力の補助サポート、それから、まあ、滑り止めにも使ってます。あとこれは、リストバンドですね。リストバンドをはめて、僕はパワーグリップを巻きますね。直に巻きたいんですけど、どうしてもこのパワーグリップってここのスポンジの部分が結構汗を吸ってえらい匂いになる時があるんで、まあ丸洗いしにくいので、まあリストバンドをよく洗うような感じでやるとかなり長持ちします。なので前はね、本当にこっちが大丈夫でもここがもう、もう臭くて嫌になっちゃって変えたっていう感じだったんですけど、今はもうこれやりだしてからすごいこっちがへたるまで使い込める。これちなみにどのぐらい持つもんですか？いや、これ多分ちゃんと使っていけば2年ぐらい持つかな。まあ、僕は持たないですけど、普通の方だったら持つんじゃないですかね。で、こっちに僕が昔使ってたのがあるんですけど、オークション出品用ですか？違いますね。あ、でも なんでそういうパターンですか？こういう感じになってくるんですよね、だんだん。はい、これ忘れ物もあるんで、使い込むとこういう感じになりますね。でこの中が見えてきて、あとこの中にラバーのちょっとこう薄い板状のものが入ってるんですけど、中にちょっとよく見せてください。それがなんかむき出しになって抜けちゃったりしたらもう替え時かなっていう感じですね。あとこうやっぱり表面がこのパワーグリッププロっていうんですけど、これはすごいちょっと粘着力があるんですよ、はい、なんですごいグリップが効くんですけど、それがやっぱラバーがちょっと劣化してきてあんまり吸い付きが良くなってなくて滑ったりしだしたらもうちょっと変えるかなって感じですね。これは結構まだ新しいんで、すごいこう触るとキュッキュッっていう感じで吸い付くんで、パワーグリップ買う方はぜひこのプロっていうのがおすすめですね。クラシックっていうのもあるんですけど、プロがおすすめです。はい、でそれはやっぱりプロレベルにならないと。でそう関係ないです。そう関係ない。プロっていうか、アマチュアでも OK です。あ、大丈夫ですね。アマチュア、僕もアマチュアですけどプロ使ってますあとはこれもね、まあ昔ながらの革製の、まあ、ストラップですけどね、はい、これは僕好きですね。これすごいいいです。これシークっていうんですか？シークですね、はい、シーク、はい、パワーグリップで、ほとんどやるんですけど、この感覚的にこっちの方がいいマシンのグリップの素材とか、あとこう自分の握り方でなんかこう違和感がある時なんかはこっちを使いますね。あとフリーウェイトで結構重いものを扱う時なんかはこっちでやりますね。これは長さもしっかりあるんで、あとでちょっと巻いてみますけども、まあこっちだとどうしても握力で手が離れちゃうっていう方なんかはこっち結構おすすめですね。あとこれなんかは手が汗かいてる時でも乾いてる時でももうマルチにやっぱ革なんで対応できますね。これちょっと汗がちょっと汗ばんでくるとちょっと滑ったりっていう感覚があるかもしれない。そういう時なんかは、そういう日はこっちに変えるとかっていうふうにして僕は2個持ってます。これはやっぱり革なんで伸びてくるんですね。ちょっとこの辺今薄、ちょっと幅がなくなってますよね。こんな感じでね、伸びてきて伸びきってちぎれて終わるって感じですよね。でもこれもだいぶ使ってますね。もう3年ぐらい使ってます。でもそんなにしょっちゅう使わないので、本当に1週間のうちにこの種目だけとかっていう感じで使ってますね。今デッドリフト系と背中の一部のマシンで使ってます。あとはグローブは僕すごい使いますね。プレス系とかレーズ系とかの時に、まあ直にダンベル握る、
よりもなんか感触がいいので、グリップを使、あ、ごめんなさい、グローブ使ってやってます、はい。まあ、女性なんかは結構こう豆ができるのが嫌な方とか、はグローブおすすめです。僕これ手見てください、めっちゃ綺麗じゃないですか。相沢君と違いますね。トレーニング30年やってて、あ、これだけしか豆がないんで、まだトレーニング足らない。よくなんか宮畑会長とかが言われますけど、豆ができて一人前みたいな。ああ、そうなんですね、はい。僕はまだまだですね。これ50年やらんと多分豆できんかもしれない。50年やって30年やってできないんだからできないでしょ。40年目から急にできるかもしれないですね。あとこれベルト、これはね、僕のオリジナルのベルトです。これ再販ないのかっていう。ああ、再販ね、結構あるみたいですけど。今計画中なんで、お待ちください。前回これ女性用で赤、まあ女性用ってことないですけどね、男性でもいいんですが、赤と、カーキの、赤、カーキの一色の、今迷彩これ作ったんで。カモですね。カモフラですね。はい。これのベルトは、このベルトはね、もう僕が本当にこういうベルトあったらいいなと思って、やっとできた感じですね。はい、本来このレバーアクションというこういうね、はい、一発で締め上げれるベルトっていうのは、はい、こう前もやっぱりどうしても太いベルトでっていうパワー系のね、はいはい、方が使ってるベルト効果と、これの場合は、前が細いベルトなので、前がなのでこうあばらに当たって痛いとかっていうのはないですよね。あとこれなんで考えたかっていうと、レバーアクションは女性のパーソナルやっててベルト締めてくださいって言ってもお客さん締めれないんですよね。力もないし、男性は結構クッとかこういうところにキュッキュッってやれるじゃないですか。女性なかなかねできないんで、こうやってやっぱりワンタッチでこうやって締めれると、毎回同じ強さでしっかり締め上げれるんで、これも最初は女性にいいかなと思って作ったんですけど、まあ、僕も今これになって本当インターバルすぐこうやって外せる、はい、でセット入るときはこれでいけると。あとこれ2個のがあるんで、はい、2個あるんで、はい、ちょっとウエストが苦しいときあるんですよね、食べすぎて、はい、なんかはちょっとこれ1個掛けにしてやると2センチぐらいちょっとベルトが、はい、サイズが小さくなるんで、はい、っていうところもあります。まあ、ベルトはね、こっち側の調整っていうのはどうこれは、ドライバーでこっからここまでいけるんで、あ、なるほど、かなりの幅で対応していきます。はいはいはい、これちなみに M サイズですね。で、まあベルトはよく初心者の方って重いものを持つからベルトするっていうイメージがあると思うんですよね。なので、まあ、例えば足でやったらスクワットデッドリフトで、はい、あとはまあベルトしてませんという方がかなり多いんですけど、はい、ベルトっていうのはまあもう基本的にはまあ腰のこう保護っていう面ではそういう重いものを持つ時にするっていうのは正解だと思うんですけど、基本的にはこの力を出しやすくするんですよね。こう要はこれで締められました、お腹へこんでます、これだと力入んないんでクッとこうこの腹圧ですねをかけることによって、特にまあ僕が感じるのはサイドレースとかとかね、リアもそうですし、肩は特にですね、あと腕とかなんかもそうですね、腹圧で締める感じで、なんでこう筋肉がちっちゃいところでも重さを関係なくで、やっぱり力を出しやすくなるためにベルトをするっていうのは大事だと思います。で、腹圧をかける感覚が分かりやすくなる、分かるのね、ベルトやってると。あと女性なんかはやっぱりウエストあんまり太くしたくないんで、こうフリーな状態でトレーニングしてると結構腹筋肥大しやすくなるんで、締めた状態でトレーニングしてもらった方がね、特にデッドリフトとかなんかいいと思いますね。だからまあ腰の予防でもあるし、それよりも何よりもメインはこう力強く体幹から力を出す、腹圧をかけるっていう目的ですね。まあ、これが、パワーベルトですよね。ウエスト部分も、腰部分も、幅が一緒のベルトなんですけど、これもデッドリフトとかスクワットなんかはすごいおすすめですけど、やっぱりマシンになってきたり、
ダンベルのエクササイズとかトレーニングになってくるとやっぱちょっと前がごっつすぎてこうちょっとこう体をかがめるとか、っていう動きがしにくくなってくるので、まあできればマシンとか基本的にはほとんどはこれ使って、僕はスクワットの時だけこれを使ってます。はい、で使い分けしてますね。はい、なのでまあどっちかといえばこれだけあった方がいいかなと思いますね。パワーベルトだけだとマシンの時にちょっとこう、うん、前がちょっとこうバズらしかったりするので、まあ、こういうベルトのしっかりしたものがあるといいですね。よくあのマジックテープ系の最近ベルトとかあるんですけど、あれはまあ、僕から言わせたらちょっとこうちょっと頼りないかなと、うん、しっかりあのフリーウェイトとかやる分にはねちょっと頼りないかなと思いますね。はい、なんでまあベルトなんか本当に1回買ってしまえばもう下手したら10年以上全然使えますので、まあ、最初にしっかりしたものを買ってもらうといいかなというふうに思います。まあ、宣伝ではないですよ、これ再販しますんでね、よかったらこれも試してもらうといいかなと思います。あの今回も限定の販売になるんで、はい、まずパワーグリップなんですけど、例えば普通に巻きます。でこっちじゃあ、まあ、これハンマーストレングスのローイングのマシンなんですけど、これなんかよくあの例え安いかなと思うんですけど、こう、まあ、普通ねこういうふうにグリップをパワーグリップこういうふうに内側から巻き込んで、これもねあの初心者のうちってねこれぐらいしか巻けないんですけど、慣れてくるとこういうふうに自分でどん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 こう締め上げれるようになるんで、そうするとかもうどんどん締めしまってもうカチカチになるんですけど、なかなかね慣れてないとこれぐらいでなんとかこう握ってるかなっていう感じになっちゃうんです。今できればしっかりこう奥まで巻き込んでいけるようにするといいですね。あと僕なんかこれこういうふうにしっかり握る時もあれば、こういうふうに滑り止めであんまり重くない重量でやる時なんかは、自分の握力で補助できる範囲内であれば滑り止めに使ったりしますね。あと例えば、グリップが細くてこれなんかそうですね、こっちのグリップ細いですよね、細い時にこれを1枚かませることでグリップの太さがちょっと一回り太くなるんですよね。その方がなんかしっくりくるなと思う時なんかはこういうものを内側にあえてこう入れたりしてやってもらうといいかなと思います。あとなんか感覚なんですけど、特にパワーグリップだと手首の自由が結構効きにくいですよね。こう巻いた時にこっち側に引っ張られるんで、どうしてもこうあんまり自由にこう操作ができなくなるんで、そういう時なんかは、もしやりたいんであればこういうさっき使った、革のストラップですかね、これで巻いてもらうといいかなと思います。これはね本当に20、30と巻けるので長さがあるんで、例えばこういう感じで巻けますね。こっから1重して2重してここまでいけるんでね、下手したら30までいきます。こういうふうにまあ30で握ることはないんですけど、まあ、20とかでして、こっちの方がねあの細かいちょっとこう微調整がしやすいですね。緩めたりとか締めたりっていうね皮なんで食いつく感じじゃないですね。こういう感じでこうもできるし、こういうふうに締めてっていうのもできるしっていうところで、ちょっとパワーグリップよりは僕はこっちの方が自由が効くんで好きですね。でパワーグリップの良さっていうのは終わってすぐ外せる、あっちはね、はい、これの場合はちょっとこう巻く時も時間かかるし、取る時も時間かかるんで、ラットプルダウンなんかはあのパワーグリップとかの方がスッと取れるんでいいかなと思いますし、あの初心者の方なんかはこうまず巻くのに時間かかっちゃうと腕上に上げてる状態だと疲れちゃうんで、すぐ巻けてすぐ外せるものですね、バーグリップ
これおすすめです。はい、まあ、ギアの大まかな使い方とか使い分けですかね。僕はあのニーラップとかリストラップっていうのは使ったことがほとんどないですね、うん。まあ、もちろん関節の保護という意味では大事だと思うんですけど、あれがないとできなくなっちゃうのが嫌なんですよね。なのであのできるだけ使わないようにしてます、はい。ということで、まあ、簡単なギアの使い方ですね、はい、でした。あれで肋骨を折られた方いますよ、ね、いますよよく、はい、なんでそのためにこっちを作ったって感じですかね、はい。やっぱこのレバーアクションはいいですね、うん、一発で締めれるっていうのがね、うん。